丁重にお断りします。しかし OK。 ちょっと待って、私も行かなきゃダメじゃん。だって深さ 100m の穴、その中は一体どうなっているのか。あー、ちょっと待って、ジェットコースターより怖い。 100m の高さ、高層ビルに換算すれば33階。ちょっと足震えてる。大丈夫？大丈夫です。大丈夫じゃないよこれ。大丈夫？頑張んなきゃ。だからには恐怖で顔が引きつるも、もはや後戻りはできない。勇気を振り絞り、いざ出陣。よし、うわ、たった一本のロープに命を預ける。なんかすごいね、かなり降りて、地球ってすごいね。この映像はすごいですね。両側の岩から染み出た地下水がまるで雨のように滴り落ちる。なぜ100メートルもの縦穴がこの地にできたのか。それは地下を流れる川が土を削って空洞を作り、その上の地面が崩落したため。すごいところ、なんか違う星に来たみたい。すごい。そして降下から30分、到着。無事着地。やったー、到着。到着しました。どうだったシュール。すごい楽しかった。周りの景色が全然違う。あんなに高いところから来たんだね、私たち。洞窟の中は完全に無風、ヨーヨーにはうってつけ、ね、日がわずかしか当たらず、足元には苔やシダが生い茂る。すごいよ、なんか縦穴の奥にはさらに鍾乳洞が広がる。ちょっと座ってごらん。じゃあ電気を消そう。何？電気を切るの？何？上を見てごらん。すると、これはグローワームというんだ。天井で星のように光っていたのはグローワームという虫。体からネバネバした免疫を垂らし、光に誘われ寄ってきた獲物を捕獲する肉食の虫である。星空を彷彿させるその姿からは想像もつかない実態。深さ100m、無風の洞窟、舞台は整った。暗い洞窟内でも目立つように、シュウが持参したヨーヨーにカラフルなシールを貼る。糸の長さはもちろん 100m。 スタンバイ完了。この手作り感たっぷりのヨーヨーで前人未到の 100m 制覇に挑む。じゃあ行く？もう早速行っちゃう。はい、ドキドキだね。よし、うまくいきますように。高田秀10歳、いよいよ世界記録に挑戦。レディーゴー。うわー、あー、流れてる流れてる。あ、ぶつかった。ヨーヨーは右に大きくそれ、壁に激突。戻ってくる以前の問題。うわ、シュウのヨーヨーは軽い。そのため落下時のわずかな空気抵抗でも軌道が逸れてしまう。だがこの程度は想定の範囲内。我々は
今回のプロジェクトにあたり万全の準備を整えていた。こちらを使ってください。ちょっと待って、こんなに。手渡されたのは大きなジュラルミンケース。その中から姿を現したのは、どうぞ。めっちゃでかい。なにこれ。ちょっと待って。なんじゃこりゃ。すげえ。特製ヨーヨー、イッテ Q ンデラックス。設計制作はこの2人が担当。ヨーヨーマスター長谷川貴彦、そしてサイエンスプロデューサー米村伝次郎。少年の夢を叶えるためこの2人が協力タッグを組んだ。ヨーヨーのノウハウと物理学の知識を結集。 100m を成功させるため弾き出された数値は直径 26cm、 重さ 2kg の巨大ヨーヨー。これに夢をかける。これさ、本当にヨーヨーとして使えるのかな。一回ちょっとやってみる、うん、じゃあ。紐にはマグロ釣り用の丈夫な道糸を使用。すごいすごいすごい。ヨーヨーだ。ヨーヨーだ。大きいヨーヨーだ。めちゃくちゃ大きいね。本当だ。しかし安心するのはまだ早い。ヨーヨーはかなり理想的なものができたと思います。ただ一つまだ課題が残されてるんです。普通のヨーヨーと同じで、あの最下点手前で上向きの力を加えてあげないといけません。ヨーヨーはただ落下させただけでは半分程度しか戻ってこない。へえ。それは重力や摩擦のため湧き上がってくるエネルギーが失われてしまうためである。それを補うために紐が伸びきる直前に上向きの力を加えなければいけない。皆さんも思い返していただきたい。ヨーヨーをするとき無意識に上向きの力を加えているはずだ。その時のパワー、力の強さと糸を引っ張る距離、これが問題になってくると思います。設計は万全、あとは2人のテクニックにかかっている。これでもさ、これ指に入れたらさ痛くない？重さ2キロのヨーヨーを指にはめることはできない。そこで考えたのは綱引き作戦。ヨーヨーに上向きの力を加えるために綱引きの要領で瞬間的に引っ張る。二人のタイミングが重要。いざ挑戦。よろしいですね。うん、タイミングだよね。でも果たして世界記録 100m ヨーヨーは戻ってくるのか。レディーゴー。いた。きれいきれいきれい。辻上って僕にも勝てるの？手越しゆうやと辻上に心を動かされた少年がマスクの大地で史上最大の謎に挑む。イッテ Q 特別版は24時間テレビにて8月19日午前9時30分頃放送予定。オッケーオッケー。いざ挑戦。ですね。うん、果たして世界記録 100m ヨーヨーは戻ってくるのか。きれいきれいきれい。4、5、6。上がった。どう？おー、伸びじゃない。兄ちゃん、いけ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 。上がった上がった上がったよ。シェルキャッチキャッチ。もっと引っ張らなかったのかな。下がっちゃった。1回目の挑戦、ヨーヨーはおよそ半分程度しか戻ってこなかった。普通のサイズでヨーヨーやるとき半分しか上がらないときって何が原因？ああ、引っ張り具合。引っ張り具合？確かに2人だけでは引っ張る力が弱いのかもしれない。そこで、なるほど、せーの、マッチョ3人の加勢。やっぱいい、やっぱいい。しっかり食べていい。バッチリバッチリ。果たしてヨーヨーは戻ってくるのか。3、2、1、レディーゴー。1、2、3、4、
5